一杯飲みながらご覧いただいている皆様、こんにちは、船長です。今日は北海道の道北、稚内から旭川へ向かいたいと思います。稚内駅前です。駅の構内に入りました。駅周辺の飲食店がこのように案内表示されております。先日行った、タコしゃぶ食べた奈良寿司さんもありますね。最北端の線路一応見ましょう。列車の時間までちょっとあるので、トマトジュース飲みながら待機です。これ美味しいよ。駅中で買いました。切符は JR 駅ネットの特ダネで購入済み。ネットで検索して、見てみるとちょっと安く買えるかもしれないですよ。要チェック。13時1分旭川行きサロベツ4号に乗車いたします。結構人が多くてびっくり。13時1分出発。景色見ながらウイスキーハイボール最高だよね。さらば道北、サロベツ原野、さようなら。何が終わったの？これ人の入らない自然だもんね。あ、本当に本当にそうです。そこらだけこうなってるけど、主要都市じゃないんですかね。人間様より熊の方が多くなるかもよ。川があるんですよ。それに橋がかかってて、ぬさまい橋っていうんだけど。16時49分、旭川駅着きました。めちゃめちゃ綺麗ですね、旭川。昔と全然違う。今日泊まるホテルはあそこに、駅前にあります、バイズホテルになります。ホテル入りました。部屋からの眺めこんな感じです。何か食べに出かけます。おお、さすが旭川本店の三等家、並んでますね。環状通りに来ました。ジンギスカン美味しいとこがあるってんでちょっと行ってみます。着きました。人が多いな。いやー美味しそう。あ、割とそんな高くないんですね。いやー、しまった。出直す。明日また来る。仕方ない、どっか探さなきゃなってことでパリ街に来てみました。ちょっとこの辺り面白そうなんで、どこか入れればいいけどな。なんかいい感じのお店が多いですよね。ちょっと適当に入ってみましょう。あー、いっぱい満席だ。しまった。というわけで今日は諦めてホテル飲みに、落ち着くことにしました。ピーマンでかい。ホテルの朝食ビュッフェをがっつり食べて、店が開く時間まで動物園行ってきます。行ってきます。旭山動物園に行きました。旭山動物園1000円ありました。こんにちは。はい、はい、いらっしゃいませ。好きな動物の食事時間はここでチェック。いや、何気に暑いけど楽しい。いや、早速好きなペンギン見に来ました。かわいいな。
物園っていうか水族館にもペンギンいるけど、ここにもいてよかった。いやーかわいい、いろいろ種類いるんだよね。いやーかわいいな。続きましてライオンです。メスが多いですね。オスが一頭いましたが、オスは寝てばかりのようです。ほとんどメスが働いてるようです。メスは寝る場所もないのでしょうか。エマヌル猫来ました。こちらも残念ながら寝てる。お昼寝中、当分起きない、夜なんでしょうね。近くのレッサーパンダで、機嫌を直します。ヒグマ、いや野生のヒグマは運よく見れなかったような、見なくてよかったような。ああ、タンチョウね。タンチョウといえば一回大昔絶滅されたとの噂があったらしいですよね。トナカイ角がすごいです。毎年生え変わるようですよ。頭重そう。毎年ここまで成長する角ってすごいですよね。トナカイは割と奥が深いです。すごいな。ほう、なんかトナカイの説明がすごいな。すごいね。カバです。実は絶滅危惧種だったんですね。いやカバどうやって呼吸してるんでしょうね。お魚でもないのにすごい不思議です。スクリュー、なんかしばらく見てたんですけど、ずっとこうスクリューしながら泳ぐんですよね。わあ、ダチョウ。ダチョウってあれですよね、すごい足も速いんですけど、このくちばしに頭つつかれたらもう割れ、頭かち割れるって聞いたことありますけど、卵おいしいんだよね。オラウータンは群れを作らないで、生活するそうです。キリンかわいいね。うわー、このね、食べる口元かわいいよね。私までお腹空いてきちゃいました。ちょっとそろそろ旅行こう。ラーメン青葉本店に来ました。歴史を刻んだスープが決めて、期待できそう。美味しそうだな。著名人がたくさん来てるんですね。ありがとうございます。あ、昨日のリベンジでジンギスカン大黒屋に来ました。今日は口開けから来たのでバッチリ。
こちらの生ビールは札幌クラシックではなくキリン生ビールですね。生ビール来た。とりあえずおすすめの肩ロースをご覧いただきました。最初はお兄さんが焼いてくれました。こちらの油ですね、当店こだわりのラム油になってます。はい、お肉やお野菜や臭い必ず塗ってからお焼きください。焼き野菜の方を焼いていきますね。はい、こちらは当店からのサービスになってまして、追加の際110円かかりますが、追加の際をお声掛けください。はい、わかりました。じゃあ当店一番人気の肩ロース焼かせていただきます。はい、こちらのお肉なんですが、お味の方ついてませんので、はい、手元の誰かどちらにある当店オリジナル大黒屋スパイスで塩コショウベースになってます。はい、お皿にとってお使いください。はい、タレの好きな方、激辛パウダーはタレの中に入れてお使いください。はい、他にもですね、おろしニンニクがございますので、ご使用の際はお声掛けください。お肉なんですけど、前に周り少し白くなってきて、中ふっくらしてきたなと思ったら、ひっくり返すタイミングです。はい、片面7割、ひっくり返して3割ほど焼いていただくと美味しく食べられます。はい、少々赤くても食べられます。あ、なるほど。はい、何回もお肉ひっくり返してしまうと硬くなってしまうので、できるだけ1回でお願いします。みんな焼き目つきましたら食べ頃になってます。最後にですね、お手元のタレ下の方に成分沈殿しておりますので、お肉下くぐらせるようにしてお食べください。何かありましたらお呼びください。はい、どうもありがとうございます。うん、あとは源泉ショルダー、この辺も美味しい。ここからジンギスカンが焼けるまでの映像をお送りいたします。すっ飛ばしたい、方は15分11秒ぐらいまで、早送りをお願いいたします。
味しかった、ごちそうさまでした。いやー、こんなジンギスカンのタレも売ってるんですね。誰のサインだろう。さあ、旭川駅前から旭川空港までバスで向かいます。もうそろそろ北海道の旅も終わります。旭川空港を着きましたが、初めて来ましたが綺麗ですね。コンパクトながら整っています。飛行機が遅れてるようなので、フードコートが2階にあるようなので行ってみます。ちょっとこのフードコートで少し、のんびりしましょうか。少し腹ごしらえしようかな。さっき食べたばっかりだけどね。ラーメン3等かかったので、辛飯と生ビール、ちょうどジャスト1000円。これが北海道の最後の食事とビールになりました。だいたい35分遅れで旭川を出発しました。お疲れ様でした。最後までご乗船誠にありがとうございます。一人旅先々中高年の皆様、またぜひご乗船ください。高評価コメントもぜひお待ちしています。